任は。いや、それはやはり、はい、あのいい意味で裏切ったからですよ。え、いい意味で裏切った。あ、ちゃんと記事見てますよ。え、いい意味で。ラブザイヤー、はい、40回目の撮った、ラボで撮った佐伯エンジニアを直撃するんですけども、はい、ぶっちゃけですね、なんで撮ったんでしょうか。わかりません。僕はですね、マツダ3入れちゃったんですよ。いや、ラブロン7点ですよ。ラブロン7点です。2番目。その後にこういう言い方、どう書いてもいいですか。いやいや、それでは正直なところ、クソとか。あ、そうか。あ、7点どうもありがとうございます。あ、そうです。大人の会話をさせていただきましたが、今年ラブ4が取った理由は何、なんでだと自己評価していた。あのね、まあシンプルで分かりやすいのかな。あの、まあこういう車を作りたかったんだなっていう、これが、はい、ストレートに伝わったのかな、お客様に。はい、お客様も本当に、あ、好きな人は本当は個室だなっていうふうに、まあ、買っていただける。まあ、そういうような商品作りにしたっていうのがまずポイントかな。じゃあ、分かりやすくて、かっこいい、良いワイルドな洋服デザインと、はいはい、あと、まあ、ハイブリッドからガソリンまで選ぶ、うん、まあ、はい、ハイテクもあれば、エコもあれば、ワイルドさもある。まあ、そういろんなお客様がの 使、まあ、使い勝手に合わせて、はい、で、選べるようにしてるっていうのが。あと実はあの皆さん知ってるかどうかわかんない、世界ではカローラより売れてるのがラブ4で、あまりそれ言うと風当たりが強くなるっていうか、はい、すいません、あの人気がありすぎるの。あのね、あの、はい、ワンシリエット、まあ、ワンシリエットというと、まあ、ラブ4があの一番売れてるかなと思うけど、だからやっぱり実はあの世界で実は一番日本で売れてる日本車はこれあれだってありますよね、ラブ4だって。それは言えますね、はい、それはもう本当にね、多くのお客様に、まあ、愛されているか。だから実は一番売れてる車が、久しぶりに撮ったということなので珍しいですよね。ある意味だからみんな変化球が売ってるじゃないですか。そういう車嫌いですもんね。はい。嫌いですもんね。いや、言ってかやっぱりなんか、いや、売れるのが一番いい車って つまんないじゃないですか、うん。いや僕も別にあの売るつもりやってませんから。そう、それが僕ね、佐伯さんの一番印象で、売るつもりじゃなくて、はい、あの結果的に言って買っていただいたっていう、最初はねやっぱり売るつもりじゃなくて、まず心をわしづかみにしようという、うん、そこから入ってますんで、まあ、だから佐伯さんがとことんいい車を作ろうと思って作って、たまたま売れちゃって、たまたま世界で売れちゃって一番売れちゃって、たまたまカーブゼーも取ったってことですよ。すみません、知らないんじゃないですか。なのに、コウチさんは出てなかったということで、はい、今日のオチということでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。